パズチチャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると大変嬉しいのでぜひお願いします。まあ、できまがったら、まあ、動画も最後まで見てくれると嬉しいかなと思うわけですけども、まあ僕は関西に住んでるんですけども、うん、関西で大実業家といえば小林静雄の右に出る人はなかなかいないと思うわけです。ああ、なかなかね、ね、彼はですね、うん、まあ庶民向けに宅地をたくさん作って、うん、電鉄とそういうね宝塚を作っていって発展させたわけじゃないですか、うんうん、それから電鉄と住宅開発をセットにしたっていうんで、そういう話でいつでも例に出されるわな。そうですね。僕なんかは西の人でですね、うん、こういうイメージなんだけど、東の人にそういう人いるんですか？東もね、昔はあの電鉄絡みで実業家になった人はたくさんいてんねんけど、うん、その中で一人面白い人がおってね、で菅原通斎っていう人やねんけどね。あ、もう全然知らない人ですわ。これは僕らもね、若い時、割と中学ぐらいの時にね、うん、おじいさんの持ってた 本の中にね、ええ、菅原通斎が書いた本があって、それは随筆みたいな座談みたいな話で、うん、結構面白い話やって、ほうほうほう、であのものすごい上品そうな、そのもうおじいさんやな、その時でも写真が出てたけど、ほんで話は面白いけども、何してる人なんかいなというのが全然わからんかったんやけども、ほうほうほう、だけどもあのもうちょっと後になって年いってから、あの人は何してた人やなって調べたら、戦前にものすごく金儲けして、で戦後はもうフィクサーって政治家なんかにね、金 裏でいろいろ工作したりとかね、そういうかなりの大物やった人やねんね。それがもう隠居した状態の時に書いた随筆やったわけやな、僕が読んだの。なるほど、うん、であのこの前からちょっと高峰秀子の話をようやってたやろ、高峰秀子が庄司太郎のとこへお母さんごと養母ごと一緒に住み込んで、うん、ピアノと歌を本格的にあの先生につけて指導するみたいな話をしてたが、うん、結局そんなことは全然せずに、それで結局養母は女中代わりに使われるっていう格好で、それで高峰秀子もお母さんここに逃げましょうって言うて出たわけやな、ほんで出て、それでもう一回映画界へ戻るんやけど、ちょうどその時が松竹が蒲田に撮影、それまで蒲田の撮影所、あの高峰秀子がずっと通ってたのも、で蒲田の撮影所っていうのがね、だんだんあの手狭になってきたんと、それからあの陶器になってるからな、時代が無音の時代でしたか、無声映画の時代から高峰秀子出てるんやけども、それが陶器になって、で陶器になると音を収録せんな、なんと蒲田中とか割とあの町工場やらの多いとこやでな、あガタガタの音が聞こえるわけだ、うん、ほんでそういうなんでものすごいやりにくいと、でどっかもっと静かなとこでもっと広い場所ないかいなというのを松竹の木戸社長はあの考えてたわけやな。で木戸社長っていうのはこれはあの松竹の社長やけど、松竹っていう会社はもともと歌舞伎やらそういうなんもう今でも松竹が抱えてんやけども、うん、これ大谷あの松次郎っていう人と大谷竹次郎っていうこの当時の双子の兄弟やな。松竹ですか、うん、うまいですね。ほんでそれで松竹やね。あ、そうなんですね。な、知らなかった。ほんでその松竹のその大谷松次郎竹次郎っていうのにはちゃんと子供やら、ま、孫あるんやけども、この木戸社長っていうのは、木戸がなんで社長になったか言うたら、その竹次郎のおめかけさんの子供とを奥さんにしたわけ。ほうほうほう、最初これはまあ後に離婚してんだけどな、うんうんうん、でご養子みたいな格好で、木戸っていう社長あの姓もその奥さんの方の姓やね、うんうんうん、でそれで木戸はその関係で松竹の社長に収まったわけ。ほんでその松竹の社長に収まって撮影所の所長もやってっていう、そういう格好でいてた。ほんで結局その松竹がその陶器になったから、蒲田が収録しにくい、音を収録しにくいと、それから手狭にもなってると、ほうほう、でもっと広い静かなとこに移りたいという気持ちでおったわけやな。なるほど。ほんでこの話を菅原通斎という人が聞きつけて、うん、聞きつけていうのは、その菅原通斎は若い時はものすごい宝刀三昧、喧嘩三昧っていう、ほうほうほう、まあ言うたらヤクザもんみたいな。そうそうそう。ほんでそれから親は結構金も麹町の金持ちやからね、うんうん、それの息子やから、それからあの昔のから昔の師範学校の付属、それから今でいう教育大の付属や、うんうん、なあ そこそこみんな
エリートやな、あの家庭も裕福でエリートっていうのが行くようなとこやろ、うんうん、そういうとこに行ってたんやけども、その喧嘩三昧宝刀三昧やから、うん、だからあの退学させられて、うん、次行ったとこもまた そんなんで退学させられてとか、そういう状況やったわけや、うん、ところが18になった時に、これは本人の言うてる話やねんけども、あの典型を受けた。典型っていうのは、天の、プロ野球選手とかもですね、天の声やな、あの神のお告げで国に帰ったします、そんな感じって言うて、うん、それであの外国行くわけや。まあ親も金持ちやから、思いつきで行けるとこがすごいですよね、まずこの時代。ほんでマレーへ行って、マレーシアのこと、ま、今のマレーシアな、ジョホール州っていうとこで、あのゴム園をやるわけ。ゴム園、ゴムな、ゴムは軍事物資やし、当時重要ですね、重要やし、それで大儲けすんねん。ほんでそれからアフリカへ行って、あの鉱山開発したりね。そう、思いつきでできるもんなんですかね。だから、うん、ほんでそういうなんで、うん、それから間でもその例えばタングステンって言って、あのフィラメントに使うあの金属やな、そんなんもそういうところで取れるから、そんなんを密輸したりとか、さすがヤクザものっていう感じで、とにかく非常に大儲けしながらいろんな外国うろうろして、うん、で結局これは本人さんが言うてることで確証はないねんけども、うん、あのイギリスに渡ってロンドン大学卒業したっていう喧嘩用しなませんでしたね、お前としたのっていう、あのそれから自分 あの経歴書なんかがそういう、まあ、であった。あの英語で日本語ちゃうから喧嘩にならなかったかもしれない。それから菅原っていう家やろ、ええ、ほんでその菅原通斎っていうあの名前なんやけども、でこの人はあの自分は菅原道真の36代の子孫やと。お前な36代って合うんかな。大体そんなもんやな。大体あの1代30年っていうからね、そんな1000年やろ。まあ年なんとかかな、うん、それからあのあそうか、100年引かないかんのか。そうやねそれから、うん、そういうね、うん、こともあの本人の経歴ではそう言うてるわ、うんうん、だからそれはまあどこまでが本までどこまでが嘘か知らんけども、うん、とにかくそんな格好で外国行って大儲けして帰ってくる、結果を残したのは事実ってことで、え結果は、うんうん、ほんで帰ってくる、ほんで帰ってきたらその金であの米相場やるの。おーおー、ほんとこれがまたコテンパンに負けてしまう。負けたんですか。負けてしまう。ダメじゃないですか、うん、ところがその後に関東大震災が来ると、うん、ほんとこういう人はあのそういうどさくさの時に強いわけやな。まあ喧嘩っぱいですからね。ほんでこれでまた何か知らんけど、何で儲けたんか知らんけども大儲けすんねん。そういう才能あるみたいですね、この人、ね、この人はね、うん、それから すごいよね、うん、それで結局あの昭和5年ぐらいかな、に江ノ電っていうのがあの鎌倉に今でもあるやん、ありますね、江ノ島電鉄、うん、でこれはもともと明治の30年頃か20年か30年頃にもうできてんやけども、うん、それが結局不審で営業途中でやめてしもって、営業免許も取り上げられてしもったよ。阪急の初期もそんな感じでしたよね、うん、ほんでそれを結局再建に乗り出すわけやな。もうそんなことを頼まれたんですね。頼まれたか、あのこれも儲かると思ったか知らんね、うん、ええ、ほんでその時に小林一三はその沿線を住宅地で売っていって開発したの。一緒に言いましたね、ええ、でこの人はもっとすごいのはね、鎌倉というとこは、まあ、あの前も言ったように観光地で、うん、あのもうすでに江戸時代から観光地になってたとこで、明治になってからはもうあの水泳場ができたりね、その自分なんか珍しいですね、うん、そういう土地で観光客も多いし、それから文化人がぼつぼつ住み出してたわけ。どんな文化人いました？それから例えばあの夏目漱石の弟子の久米正夫なんかも、ほうほう、芥川とか久米正夫とかは鎌倉へその遊びに行って泊まったりして、でその場所を気に入ったわけやな、非常に、うん、ほんで久米正夫なんかもすぐ そこへ住もうということで、あの東京から移ってくるわけな。なるほど。それからもっと後では川端康成とかもね、それから鎌倉文史いうて、うん、あの文学者がいっぱい住んだとこなんやけど、それの走りが そういう人やな。ほう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 。それからそういうなんでぼちぼちそういう人が集まり出してるようなとこで、うん、これはええ場所やということで、うん、で鎌倉なんかもそのあんまり開発されてない状態、ええ、ほんでその一部北鎌倉の辺にあった山を開発して、うん、
でそこをその売り出そうということやな。鎌倉山なんてあるんですね。で鎌倉山っていうのはその、うん、パッと東京の人に分かりやすいから、北鎌倉とかその前の山の名前なんか言うても分かりにくいやん、ええ、鎌倉の何々山ですとか言うよりもう鎌倉山って言ってる方が、あの北広島の、ね、北海道の北広島みたいな分かりやすいやろ。なるほど、宣伝しやすいから、うん、ほんで鎌倉山ってその山を名前つけて、うん、でこれをね一区画500坪、結構広いですね。広いやろ、ええ、昔でもあのまあ大体100坪ぐらい、 今やとね、あの一区画50坪とか30坪とかいうような細かい単位になってくるわけやけども、ええ、まあ昔やと普通の家って100坪ぐらいやな。100坪はもう広めやのに、そう5倍でしょ、うん、その500坪一区画、ええ、それで250、60区画できたわけや、ほうほう、その山でな。でこれそんだけ大きい区画やから、うん、その普通の人に売れへん。そうですね、金持ち相手に売らないか、でこれを政財界に向けて売り出した。ああ、政治家に売ったんですね。うん、そしたら、近衛なんやとか、そういうあの大臣とか、うん、そういうのがみんな買うて、それは買うてくれるっていうのは、別荘ですか？その別荘としての、ええ、まあ、売り出すわけやな。まあ、そういう金持ちの人ばっかりいるから、商売としても。ほんで、その時に、最初にまずね、作ったのはね、うん、帝国ホテルのね、あの、支店を作ってるわけ。なるほどね。そういう気分がいいですね、それは。で、帝国ホテルの、あの、鎌倉版で、高順社っていう、あのそこはそのなんていうのサロンみたいな感じになるわけな。ほうほう、だからもういろんな人が集まって喋れますね。ほんでゴルフ場もう戦前やで、ゴルフ場も作る、うん、それからキャンプ場も作る。へえ、ね、ほんでおまけに一番すごいのはその自分その東海道線を大船から向こうへ行くわけ、あの南の方へ汽車ですな、汽車は行くわけ、うん、ちょうど大船まで来てたわけや。ほんでそっから江ノ電があるから、まあ、江ノ島まで、うん、あの江ノ電があんやけども、鎌倉も、まあ、あの国鉄で、あの駅はできてんやけども、そこの鎌倉から大船までを、うん、ハイウェイを作るわけ。ハイウェイって言ったら車のやつですか？車自体がそやけども、結局金持ちがこっち行きやすいようにということを考えないかんわけや。もう下手するとレンタカーも作ってそうですね。だから大船までは JR で来て、JR 国鉄で来て、そこからをその自分の車でって、東京からでも車で、海道線はあの、まあ、車走れんやから普通に、だからそこからを、道作らねえかんというので、もちろん有料道路やな。だから有料道路のハイウェイを そういうその民間で作った最初が、最初の高速道路でこれですね。そうそうそう、日本で最初の。しかもみんなちょっと道走るだけでも話題になりそう。うん、だからそうしたらね、うん、金持ちがどっと来たわけ。土地の値段も上がるでしょ。土地の上がる。だからまあ最初に売り出す値段は決めてるわけやから、はい、まあそれで売って、今みたいに急に空、うん、あの上がったりはしないやろうけどね。でも来る客がですね、金持ちばっかりやったら、うん、その周りの税収が一気上がりそうですね。うん、そうそうそう。だからものすごくね、うん、その開発としてはね、うん、あのスケールが違うわけ、小林図なんかの考えることと。まあ、というか スケールというよりも質が違いますね。うん。そしたら結局、うん、あの有名人、その政財界だけなしに、うん、あの映画俳優のよう売れてる田中絹代っていうのも、うん、この人が買うてるわけ。おな、ほんでそれから歌舞伎俳優とか、うん、そういうのも買うてるし、文士も買うし、政治家も買うしっていうのもやな。それでもうすぐ完売や。そりゃそうでしょうね。うん、ほんでね、その時の買うた田中絹代が買うたとこが鎌倉御殿って呼ばれてんねな。ほうほう、あの田中絹代のその俳優が そんなそういうのに混じって大きい別荘地買う。今でもあるんですか？で今はね、その後は美濃もんたが買うてる。美濃もんた？あの大きいうちあれ美濃もんたうち、うん、あれがその田中絹代の家。もともと田中絹代の家。へえ。あれはテレビ出てくるやつですね。うん、で もちろん全部潰して建て直してんでね。うん、まあ、そりゃそうですよね。うん、な、金持ちはあの人の住んだ家嫌いやから新築すんやけどな。なるほど。うん、だから そんな状況で今でもまあ高級なとこや。なるほど。うん、今でも有名に住んでると。うん、でまあもっと分割されてるやろうけどね。うん、で、うん、その辺で映画を撮ってたんですか？ほんでそっから大船までは、ね、そのあの高速道路つこったら、10分か15分で行けるやん。ほうほうほう、あそこで映画撮ると。だから大船に撮影所
だから大船がええと、うん、大船にあの7万坪ほど土地があるから言って、うん、菅原通済が進めるわけ、うん、あそこで映画撮ったらどうですか、映画撮ったらどうですかと、うん、でその、 あの鎌倉山あの開発する時も、うん、大谷武次郎がその菅原通済と絡んでんや、だからそれでその絡みで結局あの撮影所を移したいという話も聞き込んだんやろな。うまいこと話になってますね。ほんで結局菅原通済は木戸四郎にあの大船で撮影所したらどうやと、でその時にただその自分のところの会っていうだけなしにね、撮影所を作ったら、うん、あの日本のハリウッドになるって言うて、なるほどね。ね、あのハリウッドももともと砂漠のとこを開発して、そうですよね、大きなったわけ で、ね、でそういうふうな触れ込みを、うん、あの最初にぶち上げたら、ね、すぐ大船の町長が喜んで、うん、ぜひ来てくださいと、あ、うん、ただ来てくださいだけですか。ほんであの2万坪土地を提供するっていう、すごい量じゃないですか。これはただかどうかね、まあ、ね、あの腹立としても格安やな。まあそうですよな、うん、それで7万坪と2万坪、9万坪か。ほう。だだっぴろいとこやな、ええ。それが撮影所になったわけ。ほんでそこへ通うのに、結局東京から通ったりできひんから、鎌倉山の土地を田中絹代所、便利やから言うので買うたわけ。もう、有名な女優ってのはその人一人ぐらいですか。いや、僕は、歌舞伎なんかの人は何人かもですけども。まあ一人来だしたら周りにも来そうですね。そうそう、それからあのそれはものすごい評判になって、うん、田中絹代がそんな大きい御殿をね、ほうほうほう、作ったいうので、で鎌倉御殿って呼ばれるわけ。なるほど。ほんで結局田中絹代はそっから通うやん、ほんで高見秀子もその妹役で出たわけや、それのそしたらその蒲田の近くに住んでたわけやな、あの前の撮影所の近くに、蒲田から鎌倉までは大変やから、そやからもうその鎌倉御殿の私のとこへ来なさいって言うて、庄司太郎とから出てきたのに、今度また、あの今度は昨日のうちのうちの高見秀子だけが引き取られるわけ。なるほど。もしかして2人でいつも行ってたんですかね。え、2人で映画の撮影所行ってたんですか、ね、そうってことは車乗って、もちろんもちろん、あ、ドライブしてたんですね、うん、そやからものすごい便利やろ。いいですね、そりゃ、うん、当時なんかもうドライブなんてすごいハイカラーだったでしょ、うん、そういう格好でやったからね、うんうん、それからもうほんまにあの自分の妹っていう感じで一緒に住んでたわけやな、うん、なるほど。個人的にはですね、うん、この大船でしたっけ、うん、船ウッドにならんかったのが面白いですな。インドではボリウッドってあるじゃないですか。今でもこの大船っていうのは撮影所としては有名なんですか。ところがね、あのそれはすごかったんやけども、もう昭和の40年50年ぐらいかな、うん、に結局映画が不振になってきて、映画自体がもう下火になってきますからね、うん、ほんであの全部あのよそへ売ってる。あ、売ったんですか。で今そこはどうなったんですか。ほんであの スーパーマーケットみたいなのとか、そういうなんの、うん、大型店舗ということは残ったのは7万坪の方ですか。うん、あの大勢 の有名人がいっぱい買った政財界賞を取った土地の方が残ったと。うん、十何万坪。10万ぐらい、うん、まあまあとにかく、うん、有名人のそういう御殿とかはそういう身の持ったみたいな有名人が住むことになった。そうそういうとこは残ったけども、結局大船は 今は、うん、その駅前から大船の撮影所行くまでのとこが松竹通りとか言うてたんが、うん、名前が残ってるとかね、うん、その程度でね、もう跡形もなく。なるほど。そう考えるとね、小林一三よりもスケール大きかったですね。スケール大きいね、うん、大きかったけども残ったのは小林一三だったと。そうかもしれないね、うん、ただそういう話を聞いてみると高峰秀子の話の中にもいろんな歴史がありますね、うん、ほんでこの人はね、あのついでに言うと、うん、菅原通済はあの戦後になって土建屋という建設業をやらをやってね、戦後は土木工業協会っていうのを作って、これは業者同士のその連絡会やな、でこれが今あの建設業連合会っていうのになって、例えば鹿島とか大林とか大成とかそんなとこがみんな会長になってるようなとこや、うんうんうん、なそれの最初の会長が菅原通済やな。やっぱすごいスケール大きい人だったね、うん、でこれであの金もあるそういう、うん、あの建設業っていうのは結局政治家と
くっつくわけやから、前も言った田中学園の時に言ったようにね、くっつくわけやから、ほんでこの時にあの戦後は芦田内閣というのが民主党っていうのができて、結局戦前の保守政党からそれを潰したようなあの政権ができたわけない、その芦田政権、芦田内閣の結局スポンサーになってるわけ。おー、なるほどね。なところがこの芦田内閣のとこが力が強くなったらね、アメリカが困るわけや。まあそうやね。それでこれを潰そうっていうようなことが起こって、多分ね、それで戦後には昭和電事件っていうのが、昭和電工事件かな、これは昭電義国とか言って、要するに贈収賄がいっぱいあった。ほうほう。でこれで結局いろんな人が捕まるんやけども、例えば福田赳夫なんて、お父さん、あの福田のお父さん、あれなんかも逮捕されてるしね。ほうほうほう。それから大野万木言ってね、自民党のその田中角栄の時の副総裁やった、まあこれはもともと岐阜県出身の半分あのヤクザみたいな政治家やけどね、ものすごい力持ってて、この人なんかも捕まってるしね。西尾末広って民社党ができた時の初代の委員長、あの社会党から分かれて民社党というのができたけど、もともとはあの社会党の人やな。この人なんかも捕まってるわけな、逮捕されて、福田赳夫10万円の罰金、あ、ちゃうわ、10万円収賄してんねんな。大野万木が20万、で、西尾末広が100万っていうようなな。まあそんな感じで、これは西尾末広が100万っていうのは、西尾がその芦田寄りやから、あの政権寄りやから100万円。なるほど。でその順番、福田とか自由党はまだ少ないわけ、献金がな、ね、そんなんでみんな逮捕されてんねん。で、ほんでそれを結局うやむやにするようにまたしたんが GHQ で、GHQ がもともと仕組んだんと違うから、でその仕組んだのに絡まってるのが菅原通裁と GHQ が仕組んだよっていう、菅原通裁ってそう GHQ 側なんですか。GHQ 側より、誰とでも組むわけやん。へえ、うまいこと思いますね。ほんで結局 GHQ は左寄りのは潰したいわけやろ、もう戦後になって、一応ちょっと改革はしたけど、補修を潰そうとしたけども、やっぱり残さないかんということになって、うまいことバランス取ろうと、ほんでその左寄りの芦田内閣というのは困るから、ほんで結局引っ掛けようっていうことやな。それでそのわざと収賄さすように持っていったんと違うかって言われて、で通裁自体はその後どうだったんですか。通裁はさやからその後そういうことに、そこでちょっと草的なことやってるから、さやからそれ以後一切そういうことに関わらないようになったわけ。没落しましたか。没落はして、うまいこと生き残りましたな。それでもう戦後は悠々自適。なるほど。逃げ方もうまいですね。もう隠居してな。なんかね、ケネディ家に似てますな。それはすごい人やね。ある意味ね、ケネディも世界恐慌がうまく避けて、世界恐慌終わった後に、そういう大金使って息子を大統領させてるじゃないですか。こういう感じでうまくやった人物ですな。しかし、小林一三のようなことをした人が他にいることで驚きました。高見秀子の話からここまで広がることに驚きです。皆様はこの通裁さんいかが思われますでしょうか。なかなかスケールがあって大きい人物ですけども、子孫はいるから気になるところでありますね。コメント欄に、高見秀子の話はまた続きはまた別のところでまたやりましょう。コメント欄にいろんな意見がありましたらお書きください。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。